はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。やっぱりね、男はね、男といえばシューティング、じゃじゃん、ターゲットシューティング、今日はこれに挑戦だ。ちなみにこちら100円ショップで買いました。これ100円で売ってんだね、今ね。ターゲットシューティング、狙いは決して外さない。まあね、今時の子供たちは、まあスマホとかね、みんな持ってるからいいんですけど、僕の時代はそんなスマホなんてまあ持ってないので、もうこれですよ、これ。ういっ。まあこれではないんですけど、よくね、あのエアガン、 BB 弾の入るあのエアガンで、これなんか的をね、外にこう的自分でつけて、はいってこうね、撃つのを楽しんでましたよ、僕の時代はね。さあ、じゃあ早速開けましょうか。いやー、テンション上がるね。僕ね、こうガンシューティング結構好きで、だからゲームもバイオハザードとかやってるんですけど、俺はね、楽しみ。で、使い方なんですけど、これは引き金を、あ、これ引けないの、これこれか、これを引いて、この球ですね、なんかバスケットボールの、ミニバスケットボールみたいな球なんだけど、これ入れて、あ、しっかりはまるんだね、うん、これで打てばいいの、これで、あとこの引き金を引けば、やつは倒せるぜ。あとですね、この的が入ってるので、要はこれをね、遠くからちょっとこう打って倒せるかっていうことですね。さあ、すぐやってみろぜ。 OK! あ、そういうことは敵は、うわー、結構強い、結構強い、いいぞこれ、うわっしゃー、あの頃の思い出が蘇るぜ。ちなみにですね、僕結構こういうの得意なんですよ結構特に昔よく本当にやってたんで、あのね、ポイントとしてはですね、どうやって狙いを定めるかというと、ここですね、ここを、要はこっちから覗いた時にここと焦点を合わせる。で、あとはまあ威力がちょっと弱い銃とかの場合は、少しちょっと気持ち、照準よりも少し上目にね、上目に向けて撃つ。そうすると当たりやすくなります。ということで、皆さんもぜひ一度ターゲットシューティングやってみてください。それではまた次回のセイキン TV でお会いしましょう。 See you next time。あれ？飛んだよ僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。 PC の方はこちらのボタンをクリック、スマホ、タブレットでご覧の方は動画概要のリンクから、ぜひチャンネル登録、そして応援をよろしくお願いします。